前原龍二の前向きチャンネル、今日は何ですか。ありがとうございます。鹿児島を支える外国人材の活躍に注目。人手不足の中の貴重な人材、気になる話題です。前原龍二の前向きチャンネル。レスマお決まりでしょうか。はい、どうぞ。ロースカツ定食です。ミャンマー出身のタンダラインさん、24歳。一木串木野市にある人気の飲食店みそので接客などを担当しています。ここみそのではベトナム、ミャンマー、インドネシアから4人を社員として迎え入れています。県内では少子高齢化で働く人たちの人口減少が続いていて、多くの企業が人手不足に悩んでいます。この問題を補う形で外国人材の受け入れが増加していて、2022年10月時点で9900人の外国人が県内各地で活躍しています。県では外国人材を地域社会経済を支える貴重な人材として温かく迎え入れるため、外国人材の受け入れ支援や定着支援を行っています。タンダラインさんは日本語を学ぶために去年留学生として鹿児島に来ました。勉強しながらみそのでアルバイトを始め、今年正社員になりました。ホールでは接客をしています。お客様を料理出すとか、お客様も味噌汁とか怪我しないようにも気をつけてしています。一番楽しいはお客様とコミュニケーションとか話することです。お客様とコミュニケーションを作りながら日本語も上手になりたいと思いましたので、ここに続けることを思いました。日本人よりも気遣いができるんじゃないかっていうくらい、細かいところに気づいて動いてくれてます。生活と仕事に困ったり孤立したりすることがないように、誰にでも相談できる環境づくりに努めてます。やっぱり住居、外国の方々を受け入れてくださる場所っていうのが不足しておりますので、今後はやっぱり地域の方々のご理解と市、県、行政の方々にお力を借りていかないといけないのかなと思っております。地域の人たちと交流するラインさんたち外国人材の皆さん、外国人材の受け入れの課題として挙げられているのが定着です。一木串木野市の照島地区ではこの日、地域に馴染んでもらおうと地域住民とみそので働く外国人材の皆さんが一緒にイルミネーション作りを行いました。いや、もうほとんど同じ国の人みたいな感じで、本当に少子化で労働力がないので、まあ、ありがたいですよね。一緒にあと飲みたいです。前原龍二の前向き宣言。前向き宣言。快適な職場作りや地域との前向きな交流が貴重な外国人材の集まる街を作るのだと感じました。鹿児島で明るく前向きに頑張ります。